こんにちは、僕がミスター藤です。外に来ております。今日のお題はポテトチップスとカラムーチョ、日本を代表するこの2つのお菓子、どっちが美味しいかいろんな外国人に聞いてみようということで行ってきます。ゆめちゃんです。かわいい、かわいい。食べてどっちが美味しいか決めてもらおうと思います。ポテチ、はい、いただきます。大丈夫、口の中ちょっとパサパサ感じるんで。はい、カラムチョ行ってみます。どっちが好きでしょうか、指さしてね。こっちです。ポテチ、あんまり辛くないんですけれども、その後味が、後味がこっちの方がいいと。はい、はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、次ビジェ、アグン。インド人です。インドネシアです。おいしい。ポテトチップス、カラムチョ。カラムチョ、おいしい。じゃあ、おいしかった方を指さしてください。おお、テストは好きね、美味しいね。カラムーチョなんでダメだった？これは辛いも、ちょっとテストは違う。 I simple, I just like potato chips. ありがとう、二人とも。ありがとう。ジンと言います。楽しみ。ポテトチップス食べてもらっていい？さっきポテトチップス、うん、美味しい。じゃあ次カラムーチョかな。ありがとうございます。OK、 せーの。これ辛いのが苦手なんで。中国人の人は辛いの好きかと思ってたけど、僕は主人上海のあたりなんで辛いものは苦手なんですよ。あ、私はベジャミンです。私はヨウスリです。まずポテトチップス、いただきます。いただきます。おいしい。はい、次カラムーチョ。せーの、二人ともカラムチョ。カラムチョ。両親はチュニジア人だから、チュニジアでめっちゃ辛い食べ物を食べたりするから、この方が好きです。ただに辛いものが好きだから、ベルギー人は辛いものあまりないけど、私はただに好きで。好きだった。はい、好きだった。はい、ありがとう。ありがとう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。二つともね、人気があるということで、僕アジア人の方がカラムチョ好きなのかな、まあ、辛いもの得意だと思ってたんで、好きなのかなと思ってたら、意外にもそんなことなくてね、面白い結果となりました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。桜、綺麗だと思った？はい、めっちゃ綺麗。インドで桜ってあるの？桜はあります。Not every place. ああ、なるほどね。Yeah, yeah. So like my place, we don't have cherry blossom. I really like cherry blossom. Actually, I like cherry blossom more than autumn. ありがとう。